ちなみに草原駅ってなってますけど、いわゆる稲部地区の、まあ、一番中心駅ですよね。あの稲部市がもともと四町の合併ですよね。今歩いてるのは、ここ北西町だったっけ、旧北西だったっけな、北西町のところで、いわゆる稲部市としてよく知られてるのは大安町、旧大安町のエリアと、旧、稲部町エリアかになるのかな。あっちの方はね、まあ、商業施設とかも多いし、三重県の人たちが、パッと稲部って言われてね、行くっていうと、まあ、大安とか稲部が多いのかな。へえ、立派なお寺。もう梅の時期なんだ。そっか。あ、梅か。綺麗な梅だ。稲部はちなみに梅有名ですもんね、確か。どっかに、梅園ありますよね、梅の。そっか、見どころのところが。まあ、四日市にもありますんでね。うちのところでも行ったことありましたよね。あの、日永のね、梅祭りのところとか。あったりしますけど、意外と梅の花好きなんですけどね、桜よりもシーズンちょっと長いんで、桜はね本当にあの曜日のタイミングとか逃したらもう見れんしっていうのがあるんです。結構雨が降ったりすることが多いんでね。どっち行きゃいいんだっけ、UFO は。あ、ちなみに UFO 側はこの辺りはね特にあまり何もないんですけど、多分これまっすぐ行ったらいいんじゃないかな。ちょっと歩けばコンビニとかもありますからね。はい、チャイムすればあれですね、1200円なんで、確か養老鉄道が1500円ですからね、一日乗車券。じゃあ養老鉄道よりもこっちが安いんですよね。まあ、そっか、養老鉄道はね、言うてその、全線ってなると、入見線の方もあるんで、総延長距離はまあまあありますからね。まあ、その影響もあるんでしょうが。あれ？こっちで合ってるか？あれ？合ってない気がする。あれ？よくよく考えたら違う。この道は、あっちに行く道、あげきに行く道だ。ダメだ。ダメ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 。あ、大丈夫大丈夫。修正聞く。大丈夫。まだ修正聞くね。危ね危ね。間違えた。さっきね、左に曲がったところ、右ですね。本来は。そっちの方が早い。こっちだと川の橋の分ちょっと迂回になっちゃいますからね。橋は渡った方がいいのかな。この橋は渡りにくいぞ、歩行者には。バリバリの車社会ですからね。まあ、なし稲部市も稲部市でね、車の、自動車関連のね、工場が、というか、まあ、自動車工場がね、あるぐらいですからね。これ、橋渡った方がいいのか？あれ、これ、渡らずに切るかな？いやー、渡った方がいいのね。いや、ここはね、歩道ないからね。これ、多分、新しく作ったはず。あっちの子から、そっか、橋が渡れないんだ。ここの川がまたいでないんで、またいでからでないと。なんすって、ここはちょっと遅いですからね。よし。なるほど、よし。まあ、ちょっと長休憩スペースもあるし、あわるルートじゃないですね。はい、こうしてて。物置小屋かなと思ってた。だって確かに今ね、実はね、駅でトイレしてくの忘れとって。あ、しまった。
すごいですクレヨンゼットになってこれなんでね。あ、トイレ使用禁止になってるよし多分あのお金がトイレだったんでしょうね。まあね、まあ、駐車場とかもあるし結構小規模スペースに使えそうな、いやー、まあ、南部の方来たらこういうようなね結構駐車場がだらあるんで、なんならアスラロー沿線よりもパークアンドライド、ほんとまあ、ここはパークアンドライドとかにあるけど、まあ別に入川駅の駅前にならないけ駐車場があるんで、あの別にわざわざここに止めては歩く必要もないですからね。ずっと歩いて、一回この道渡れないときね、嘘。あ、いや、あのね、コンビニあるから、コンビニの方行こう。ちなみに上は今東海環状自動車道がね作ってますけど、じゃあここ飛ぶって渡れるんか。ちょっとトイレもしたし、小走りでコンビニの方へ行く。このね道をこっちに行く。靴ですね。